民国の政治家、地質学者、教育者。中国国民党では、中央調査統計局で党務を担当するなど、陳家を、陳達を兄弟率いる CC 系の一員と目される。教育者、地質学者としても知られ、大学校長や、中央研究院院長代理などを歴任した。字は、先。南人生、盲学堂、南人工学を経て、 1908年秋に、上海道住特分医学校に入学した。在学中の1911年に、侵害革命が勃発すると、上海で革命派の中国監視団に加わっている。1912年、道住医工専門学校と改祖された学校に、復学し、電気系で学んだ。1914年に卒業後、長志図の資金援助を受けて、ドイツへ留学し、 ベルリン工業大学で夜勤を学ぶ。しかし、第一次世界大戦の影響もあって、学業を続けることができず、1917年に一旦帰国して、国立北京大学でドイツ語教官となったが、間もなくスイスへ再び留学し、ベルン大学に入学する。1920年、ドイツに戻ってベルリン大学で地質学を学び、1922年に、 哲学博士号を取得した。1924年春に帰国し、北京大学に復帰して、地質系教授兼ドイツ語教官となった。しかし1926年3月に、そのため主は故郷に逃げ戻り、7月に国立関東大学地質系教授主任となる。10月、関東大学が国立中山大学に改組されることに伴い、主は 中山大学委員会代理委員長に任せられた。同年11月、国民政府の関東省政府委員に任せられると、共に、マックス・バウアーに、ドイツの対中投資の促進と、軍事顧問としての招聘を打診し、ここから本格的に政治家としての経歴を開始する。1927年5月、石膏省政務委員会委員権農耕庁長,長,長に、転じた。 6月、中山大学副校長となる一方で、両校地質調査所を開設し、その所長を兼任する。また、関東省東部でも、執行委員など要職に任せられた。9月には、中山大学教務長に転じ、10月には、石膏省政府委員県民政庁庁長,長,長、石膏省東部執行委員となる。1929年3月、中国国民党、 第3期中央執行委員に選出された。1930年9月、中山大学校長となり、11月、国立中央大学校長に転じる。翌年4月、中英交換委員会に、中英文教基金、東湖都会に改祖委員長に就任した。9月、全国経済委員会秘書長となる。12月、国民政府教育部部長に起用され、 1932年10月には、交通部部長に転じた。1935年12月、交通部部長を退任し、中央政治委員会秘書長大事となっている。翌1936年春、国立中央研究委員長、再現場の招聘に応じ、中央研究院総幹事に任せられた。同年12月から1937年11月まで、 石膏省政府主席を務めている。主夜別陰1935日中戦争が本格化し始めた1938年3月に、主夜は軍事委員会参事室主任に任ぜられている。翌月には国民党中央執行委員会秘書長兼、党務委員会主任委員兼中央調査、統計局局長となり、党務方面で数曜を担当することになった。また、 中央調査統計局局長となったため、陳香、陳達夫兄弟の CC 派の一員とみなされている。7月には三民主義、青年団幹事会常無幹事件、中央団部書記長代理となる。第二次世界大戦で、ドイツの快進撃を見た主は中毒合作の継続を主張したが、後に、日独一三国軍事同盟が成立したため断念、せざるを得なかった。 1940年3月、中央研究員委員長、蔡玄梅が死去したため、主也が中央研究員委員長代行を務める。同年9月、主は再び中山大学校長となったが、12月にまたしても中央大学校長に転じた。同月には、甲子院副委員長に任ぜられている。1944年11月、陳達夫の後任として、教育部長に、 再び任命された。戦後の1945年9月、ュ也は国際連合教育文化会議に主席代表として出席した。翌年11月に正式に成立した国際連合教育科学文化機関にも代表団団長として臨んでいる。1947年4月、国防科学委員会副主任委員を兼任した。 国境内戦末期の1949年6月には、広州に逃れた国民政府で行政院副委員長を務めている。その後、主は台湾に逃れ、総統府市政、国民党中央評議員などを歴任した。1963年1月3日、病没。去年71。ありがとうございます。